この日のイベントを見るの。ほら言うの、お客様が来るんだからちゃんと準備しなきゃ。お茶菓子とか何もなかったと思うし。そこまでしなくても大丈夫じゃない？大丈夫じゃない。はい、じゃんけん。勝った方が部屋の掃除、負けた方が買い出しね。きちっとさんだね。てか勝っても負けても大差ないじゃん。不公平は良くない。へいへい。んじゃ行くよ。じゃんけんパー。うわ、負けたか。んじゃ行ってきます。うん、行ってらっしゃい。うん、やっぱ私も一緒に行く。え、何それ、じゃんけんした意味ないじゃん。ほら心配だから。え、お菓子買ってくるぐらいできるし。無駄遣いしないかとか。信用ね。信用できるってところ見せてよ。あ、任せな。うん。ゆうちゃんのお部屋どんな感じなんだろうな。ちゃんとお片付けとかしてるのかな。あー、でも久々にゆっくりお話できそうだし楽しみだよ。昔と変わらず、っていうかまた一段と可愛くなっちゃってたし。ってそんなにストレートに褒めちゃったらさすがのゆうちゃんも照れちゃうかな。ゆうちゃん遊びに来たよ。はいはい、お邪魔します。さあさあ、遠慮せず上がりたまえよ。ここがゆうちゃんとさえかさんのお部屋か。どうどう。うん、とりあえずゆうちゃんはちゃんとお片付けしよっか。え、なんで、今は割と片付いてる方だよ。ほら、さえかさんの机やベッドの周り見て見てよ。全然違う。さすがに一目で分かっちゃうよ。くっ、サイちゃんと比べないでよ。サイちゃんが几帳面すぎるだけだよ。普段の生活の乱れがこういうところに出るんだよ。持ち物の整理整頓は自分の心の整理にもつながるっておばあちゃんが言ってたよ。もう、たりしてまあ、お片付けはそのうちね。それで、改めまして、うちのいとこがいつもお世話になってます。いえいえ、こちらこそ。なんというか、いつも楽しく過ごさせてもらってます。あ、いいよいいよ、敬語じゃなくて。今日は先生と生徒じゃないし、そんなに年も変わらないんだしさ。たまちゃんが一番ちっちゃいしね。もう、気にしてるんだからね。でも、なんかこのままの方が話しやすいです。そう？まあ、さやかさんがいいならそれでもいいんだけど。ゆうちゃんは学校では先生って呼んでよね。はーい、たまちゃん先生。もう、先生怒っちゃうよ。あ、座っててください。お茶出しますね。あ、私手伝うよ。いえ、いいですよ、座っててください。そう？じゃあ、お言葉に甘えちゃおうかな。はい。さえかさん、しっかりしてるね。お、その言い方だと、まるで私がしっかりしてないみたいじゃん。そんなこと言ってないよ。ゆうちゃんは、別のところでしっかりしてるもんね。ちゃんと、
大人の人と一緒にお仕事したり、お仕事うまくいくように研究したり、その合間で学校行ったりね。まあ、うん。ちゃんと見てるんですね。そりゃあね。そっか。だから、今のは私生活ではちょっと足りてないかもねってこと。なにさ、やっぱディスってんじゃんか。この部屋を見せておいて、まだ言い訳しちゃう？返す言葉もございません。素直でよろしい。でも、ゆうちゃんとこうやってゆっくり会うの、ほんと久しぶりだね。うん、そうだね。ちゃんと仲のいいお友達がいて、安心できたし。だから変な心配しすぎだってば。友達とかは多分心配ないと思います。それに他は私が面倒見られると思いますから。あ、そうなんだ、ありがとう。この様子だとご飯やお洗濯はみんなサイカさんに面倒見てもらってる感じなんだね。まあ普段は寮のご飯とかありますし、学校行けば食堂が購買だしね。ちょっと前まではゆうの忙しくてほとんどこっちには帰ってきてませんでしたから。そのせいで私は外食多かったかな。私は自炊もしてた。おばあちゃん仕込み？うん。そっか、ゆうちゃんにもそれくらいはしっかりしてほしいものだよ。別にしっかりしてないわけじゃないし。そう？そういえばゆうちゃん、最近お仕事はどんな感じなの？まあ、ぼちぼち順調かな。そうなんだ、うまくいってるならよかったよ。あ、そうそう、最近は新しい自己紹介使い始めたんだよね。へえ、どんなのどんなの？じゃあやるね。来てくれてありがとう。それじゃあ私から自己紹介いっちゃうよ。 Do you know me? ゆうのこと桜庭ゆうのです。みんなのハート桜色に染めちゃうぜ。え、ちょっとさ、もうたまちゃんまで。自己紹介ならもう少し丁寧にした方がいいと思うけど、あと余計な情報はいらない気がする。の方向もずれてるし。ん？真剣にゆうのとまっすぐ向き合って話してるつもりだよ。ああ、いや、うん、サイちゃんはそれでいいや。ありがとう。サイちゃんはそういう子だよね。ん？ゆうの時々よくわからない感じになるよね。ほほ、サイちゃんに言われるとは。あの先生、先生、え、呼んだ？はい、先生に少し質問が。え？え、あの先生。なになに？ですね。もう一回、もう一回だけ呼んで。え？先生。やっぱりいいね、先生って響き。はあ、あ、ごめんね、なんだっけ。子供の頃のユーノってどんな感じでした？ああ、いつも元気でね、目立ちたがり屋さんだったよ。おしゃべりで、あと私のことが大好きだった。へえ、じゃあ今も変わりませんね。ぼ、ちょ、待ちな。それとね、引っ込み思案だったというか、明かり症だったというか。え、それでよくアイドルになろうとか。もうタマちゃん、ストップ。変な弱みになるようなことサイちゃんに話さないでよね。スキャンダルだよ。そんな大した話じゃないよ。
そうそう、聞きたいよ。タマちゃんだって恥ずかしい話いっぱいあるんだからね。それはまた今度ね。流された。あ、そうだねえ、みんなの制服ちょっと見せてもらってもいいかな。はい、いいですけど。おおお、こんな感じなんだね。もう見たことあるじゃん。そうだけど、こっちの制服ってなんか新鮮だから。なんだったら着てみる。それはいいや。あ、なんで。だって私もう大学生だし、来年は卒業しちゃうし、さすがにちょっとアウトかなって。全然セーフだよね。うん、まあやめとくから。あ、ゆうの、ちょっとパソコン貸してね。はいはい、いいよ。お、さえかさん打つの早いね。私より使いこなしてるもんね。一応パソコンとか電子機器には強いので。え、そうなんだ、意外。そういうイメージなかったかも。忍者って言ってたからとかですか。あ、ううん、そういうわけじゃないんだけど。時代は情報戦だからって祖母が言ってましたし、手元で何かいじるの好きなので。そうなんだ。でも何と戦うの。さえちゃんにもいろいろあるんだよ。どういうこと。わかんない。でも一緒にいて楽しいからオッケー。ありがとう。うん、なるほどなるほど。何。うん、うん、ほんとさえかさんがゆうちゃんと仲良くしてくれててよかったなって。何それ。今日ここに来るまでにいろいろ考えてたんだけど安心した。ふーん、そういやタマちゃん今どうしてるんだっけ。一人暮らし。うん、まだ一人暮らししてるよ。距離的にはこっちまでと大学までの真ん中ぐらいかな。じゃあさ、今度はタマちゃんの部屋遊びに行っていい。うん、おいでおいで。うちもちょっとだけ散らかってるけどね。じゃあさえちゃんも一緒に行こうよ。え、いいの。いいよね。うん、大歓迎だよ。ゆうちゃんのお友達だし、私もお礼がしたいからね。別にお礼されるようなことは何も。いいからいいから。よし、決定。じゃあ今度タマちゃん家で遊ぶぞ。あ、でも遊ぶんだったらその前にちゃんと宿題はやりなよ。え、それはだって難しいし。もしちゃんとできてなかったら緊急勉強会だよ。それはいいですね。新しいイベントアイコンが開放されたよ。この日のイベントを見るよ。わー、なんていうか思ってた通り、タマちゃんの部屋パンフレットとかストラップとかいっぱいだね。タオルとか T シャツとかカレンダーとかもあるよ。いやいや、出してこなくていいから。そう？ CD とかブロマイドとか写真集とか。だからいいってば。ゆうちゃんのポスターも持ってるよ。え？やめろよ。そこは嬉しそうなんだね。てか好きなアイドルの方向性バラバラだよね。
みんな輝いてるんだよ。子供の頃はシュバルツネッカーの筋肉が好きって言ってたし。だってかっこいいんだもん。かっこいいよね。そうですね。ああいうのを見ると私も鍛えなきゃって思います。いや、サエちゃんはいいよ。ダメだよ、そのままで。そうだよ、サエカさん、謝らないで。はあ、はい。サエカさんはスラッとしてる方が絶対いいよ。筋肉マッチョとか似合わないよ。スラッとですか？でも最近若干胸がきつくて。スラッとしてる方がいいよ。はあ、私だって筋トレとかやったりしてるけど、そんなにならないよ。あ、そういうのをちゃんとやってるんだ。当たり前でしょ。そうなんですよね、意外と。意外とか、人から言われると超心外なんだけど。水面下での努力家だねって言ってるんだよ。それ、ごまかされてる感ある。そもそもちゃんと聞いたことなくて今更なんだけど、ユーノはどうしてアイドルになろうと思ったの？それはもう、なんていうか、私に向いてるからかな。何それ。いや、本当は子供の頃さ、タマちゃんと将来は一緒にアイドルになろうねって約束してたんだけどさ。え、そうなんですか？夢見がちなお年頃だったんだよ。タマちゃんどんくさいから。もう私のことはいいでしょ。それよりもサイカさんは忍術とか修行とかすごいけど大変じゃない？ずっとそうなの？私は物心ついた時から祖母にいろんな稽古をつけてもらってて、どっちかっていうとそれが当たり前だったので、まあいろいろやりましたけど、祖母に勝てるのパソコンやスマホの使い方ぐらいです。玉木先生は先生になろうと思ったきっかけとかあるんですか？アイドルの夢は諦めたっていうか、冷静になって私には無理かなって思っただけなんだけど、でもたくさんの人にいろんなことを伝えるお仕事っていうのには憧れがあったし、こうみんなの注目を集めるような光り輝く太陽にはなれないかもだけど、誰かを導いてあげるための星の光にはなれるんじゃないかなみたいな。他にも細かい理由はいろいろあるんだけど、そんな感じ。例えが分かりづらいよね。ちょっと恥ずかしいかもです。二人とも容赦ないよ。それよりさ、なんか面白いものないの？流されちゃったし。その辺あさるよ。あ、映画の DVD とかならあるよ。はいはい。どうせタマちゃんの好きな俳優やアイドルが出てるやつしかないんでしょ。あ、先生、この映画見たいです。ああ、お目が高いね。ああ、玉木先生はこういう映画が好きなんですか？好きだけど一応何でも見る方かな。内容よりも出演者さんから入っちゃう時があるし。昔は特撮とかも好きだったじゃん。うん、今も好きだよ。日曜日の朝はもはや定番だし、でも夜は海外ドラマ見なきゃだし。日曜朝は似合うね、ちびっこだし。もううるさいな。最近の特撮はすごいんだからね。
私はスタントの方が気になりますね、イオちゃん。お仕事でそういうのの俳優さんとかと合わないの？え、合わないよ。仕事の内容全然違うし。まあそういうののオーディション受けてもいいけど。じゃあ代わりにゆうちゃんのグループのグッズくれればいいよ。え、何それ、二重に軽く見られすぎなんだけど。普通に買えないんですか？人気のやつはなかなか手に入らないんだよね。いろいろ事情があるんだよ。アキリンのサインとかもらってきたよ。同じグループでしょ。いやいや、そういうのさすがにルール違反だし。そこをなんとか。それよりまずは目の前の相手に目を向けるべき。ま、私もほら一応は女優の端くれだし。女優、あ、疑われてる。さすがに傷つくわ。あ、疑ってるとかそういうことじゃないけど、ごめんごめん。あー、もうマジ無理。慰めてもらわないと無理。さんが見てるのに。はい、よしよし。たまちゃん、わかったわかったよ。もうなんかこの感じ久々だわ。癒される。はいはい、さっきはごめんね。許してね。許そう。これからもちゃんと頑張ってね。任せな。もういい子いい子。ふひ、なるほど、これが本場の甘やかしなんだ。え、いえ、参考になります。お、うん。たまちゃん、うん、先生って大変？まあまだこれからなんだろうけどさ。今ですらちょっと大変なんだけど、でも楽しいよ。そっか。じゃあさ、そんなたまちゃんの気分転換にどっか遊びに行こうよ。もちろんさえちゃんも一緒に。でも私は別に何の予定もないですけど。じゃあゆうちゃん、この前の宿題は頑張ってたみたいだし、ご褒美の意味もってことで遊びに行こうか。イエイ、いいね、行こう。ほら、こういう話するとすぐ元気になるんだから。この日のイベントを見るの？ユーナ、教室でニヤついてるとか不審だよ。失礼だね、君。何見てるの？あ、いや、ファンレターだよ。あ、そっかそっか。やっぱ私ほどにもなるとファンレターの一つや二つはね。一つなの？二つなの？例えだよ、もっと来てるよ。ほら見て、この子とかね、私がデビューした時からずっと送ってくれてるんだよ。ふーん、っていうか学校に持ってきてるんだ。今日はたまたまだよ。別に見せびらかしたいからとかじゃないよ。嬉しそうだね。そりゃね、
元気もらうし頑張んないとなって思うからさ。ねえユーナ、ん？何？お仕事忙しい？うん、まあちょっと落ち着いてるかな。最近は学校来れるようになったしね。そうだね。何かあった？ん？別に。ユーナ、すぐ顔に出るよね。あ、嘘、そんなに分かっちゃう？ほら。あ、さえちゃん、騙すとかずるいし、変な忍法使うな。騙してないよ。人間観察が趣味なだけ。たくもん、私には話せないこと？そういうわけじゃないけど、そんなに気になる？気になる。なんで？友達だから。笑ったりしない？それは内容次第。何それ、バカにする気か。しないよ。もういいでしょ。先生には話す？タマちゃんに？なんで？そんな気がした。タマちゃんには話さないし話せない、そういう感じのこと。私、ユーナのおかげで毎日楽しいから。だからその分ユーナの力になるよ。何かさせて。うん、なんていうかさ、ストレートすぎ。え、ありがとう。変なやつって言ってるの。変かな。でもそういうの言われ慣れちゃった。だからいつでも言って。うん、ちょっとコンビニでも行く？うん。タマちゃんが昔アイドルとか好きって言ってたから、私頑張ってるのにさ。最近大学とか教育実習とか忙しそうなんだもん。それ先生には言うわけないよ。そっか、もしかしてアイドルやめちゃう？それはもったいないよ。私は頑張ってるユーナ好きだよ。あ、そんなこと言われなくたってやめないし。アイドルさ、頑張ってるつもりなんだけど、タマちゃんは勉強も頑張れってうるさいんだよね。せっかくタマちゃんのために。ほら言うの、口元にご飯粒ついてるよ。え、マジで？取ってあげる。はい、ありがとう。どういたしまして。なんかいろいろ聞いてもらっちゃったね。いいよ全然。もっと話して。ちょっとすっきりした。そう、あ、デザート買ってくるの忘れちゃったね。ほんとだ、甘いもの欲しさある。ちょっと行ってくるね。あ、私も行くよ。私の方が足早いし。記録作るから時間見てて。うん、わかった。じゃあ行ってら。うん。じゃあゆうちゃん大丈夫そう？はい、食欲はありました。そっか、よかった。今日いきなり
学校でファンレターとか眺めてたからね。何かあったのかと思って心配してたんだよ。もし他にも困ったことがあったら何でも言ってね。はい。あとね。はい。サイカさんも私のこと頼りにしてくれていいからね。え、うん、今頼りないなとか思った？いえ、全然そんなこと。嬉しいです。そう？ならよかった。リリクルレインボーステージ。この日のイベントを見るの？やっほー、たまちゃん、頑張ってる？頑張ってるよ。大変だよ。でも気にしてくれるのは嬉しいんだけど、ゆうちゃんこそ私の心配してる場合じゃないんじゃない？職員室で担任の先生から成績のことちょっと聞いちゃった。あー、やめろだからゆーちゃんもしっかりね。私も頑張るから。ゆーちゃんにへにゃってるところなんて見せられないしね。私も日々成長してるんだからね。へえ。うん、そりゃそうだ。私も気合い入れるか。サイちゃんにも怒られちゃうかもだし。うんうん、その息だよ。あやきたって中はこんな感じなんだな。そうね、綺麗な中庭ね。ん？なんだよ羊、緊張してるのか？別にそんなんじゃないし、ここにこそ他校の生徒に迷惑かけるんじゃないわよ。羊こそ交流会でとちるなよ。鏡だって相手に失礼な態度取るんじゃないわよ。こらこら、二人とも喧嘩しないの？はい。すみません。それでどっちに行けばいいんだっけ？あれ？あの制服は…もしかして…ミオちゃん？お久しぶりです。わあ、本当にミオちゃんだ。おひさん、生徒会の OB 会で会った時以来だね。ですね。え、なんでなんで、どうしてあやきたにいるの？生徒会のことなんですけど、後輩の付き添いで。ああ、そうなんだ。たまきちゃん先輩こそどうしたんですか？教育実習だよ。あやきたにお世話になってるの。あ、じゃあ今はたまきちゃん先生ですね。そうなんだよ。それで…その後輩です。どうも。あ、お疲れ様。鏡晴です。会長をやらせてもらってます。ちゃんだね。よろしく。羊です。
友達からはヒッチとかヒッちゃんとか呼ばれてます。ん？そうなんだ。なんかそれ可愛いね。どうも。じゃあよろしくね、ヒッちゃん。あ、はい。今日はあやきたとあやなんの生徒会同士の交流会なんです。おー、なるほど。それで一応引き継ぎ役で私が一緒に来たんです。まだ生徒会長なりたてなんで。私も副会長なりたてで。そりゃそうだろう。うるさいわね。そうなんだ。あれ、そういえばみおちゃん、今日なつきちゃんは？前はずっとべったりだったのに。あ、今日はお仕事の日なんです。お仕事？あ、学生が何かやばいバイトに手を出しちゃってる系なの？ダメだよ、先輩許さないよ。もう違いますよ。そういえばあの子、なんとなくそういうところ危なっかしそうだったし。だから違いますってば。可愛いお洋服着たり、お写真撮ってもらったりするんです。写真？そういうお店なの？なっちゃん、毒もやってるんですよ。毒も？そういえばそんなことも話してたような。実際に話してみないとなんともかんともだけども。あ、電話してみます？え、いいのかな。今出られるかな。あ、もしもし、ミオ？あ、なっちゃん。やっほー。なに？今休憩中で忙しいんだけど。今日ちょうどね、たまたまたまきちゃん先輩に会ったの。ほら、覚えてる？ああ、うん。ちょっと変わるね。え、なつきちゃん。うせ。え、あ、切れた。あ、怒ってきた。何か。なつきちゃん、久しぶり。なんか相変わらずだね。用件は？え、あ、そうそう、今何してるの？大丈夫？危ないことしてない？写真撮られたり、いろんな服着せられたり。はあ、そうなんだ。ちゃんと頑張ってるんだね。タマパイ、なんで急に電話とか。およこしですか？あ、私今教育実習に来てるんだけどね、たまたまミオちゃんと会っちゃって。ああ、タマパイ、ちゃんと先生やってんのですか？まあね。たまきちゃん先輩、みんなから可愛がられてそうですよね。そんなことないと思うんだけどな。もういいですか？いや、元気ないけど元気そうな声聞けて安心したよ。そんじゃ。うん、バイバーイ、またね。はい、ミオちゃん、ありがとね。いえいえ。なんか、玉木先輩可愛いですね。え、ちょ、鏡。いや、先輩の噂いろいろ聞いてたもんで、てっきりもっと大変そうな人かと。え、どういうこと。顧問の先生に心配かけすぎてストレスで倒れさせたとか。そこまでじゃないよ。その時の先生が心配性すぎただけだよ。校長先生の大事にしてた置物をぶっ壊したりとか。それはうっかり転んで投げ出しちゃった時の話かな。告白してくる男子を片っ端から切り捨てていっただとか。だから恥ずかしいでしょ、そういうの。
他にもいろいろ伝説があるそうですけど。伝説？私いつの間にそんなすごい先輩に。その話はまたそのうち詳しくお願いしますね。できれば紐解きたくない過去だけど。今度またそっちにも遊びに行くよ。はーい。ところでその交流会とやらは？あ、そうでした。指定された教室どっちなのかなってちょっと迷ってて。ほほう、困ってるんだね。え、はい、もう分かったよ、私に任せて。それで今度は生徒会の手伝い？そう、友達が役員で仕方なくね。今日はあやなんの生徒会との交流会があるから人手がいるそうよ。お姉ちゃん生徒会長になるの？え？ならないわよ。でもみんなから推薦されたりするんじゃない？まあそれはあるかもだけど。まあうちの選挙はまだ先だもんね。そうね。失礼します。お、交流会はやってないけど美人発見は？むむ、ってあやなんの、あれ、なっちゃんのファンの、あれ、うざこの友達の知り合い？うん、前にちょっとだけね。いやー、そうかそうか。こうやって可愛い子たちに会えるんだったら生徒会の交流会もやる気出るかな。はあ、どうも。ちょっと鏡。なんだよ、いいだろう別に。やきもちか？な、そんなんじゃないわよ。なんだ、焼いてくれないのか。ほら鏡、今日使う書類出てるから目通しておいて。あ、うん、初めて作るやつだからちゃんとできてるかどうかわかんないけど。お、いいんじゃないか、うまくまとまってそう。ね、羊ってほんと地味な作業は得意だよな。うるさい。書類整理とか助かってるって。自分の仕事だからやってるの、鏡のためにやってるんじゃないわよ。わかったわかった。ほんといいコンビだと思うんだけどな。ごめんね、お待たせ、教室ここで会ってるって。あ、よかったです、助かりました。ううん、気にしないで。結局私もちょっと迷っちゃったけど。あれ、西野先生、生徒会の担当なんですか？ううん、全然違うんだけど、いろいろあって。シーノさんたちこそどうしたの？今日配るプリントの整理手伝ってたんです、いろいろあって。あ、そうだったんだね。玉木ちゃん先輩、本当に先生なんですね。まあね。お世話になってます。そうね。とにかく交流会が始まるまでには間に合ったみたいだし、なんとかなったよね。はい。それじゃあみんな生徒会頑張ってね。頑張ったよ私、お疲れ。
冷蔵庫に牛乳なかった。コンビニでいっか。あれ、さやかさん。え、あ、先生。やっぱりそうだ。もう学生がこんな時間に一人で出歩いちゃダメだよ。なんで私のことチロチロ見ながら不満そうなの？じゃあ保護者付きならいいですか？え？いるの？先生が。え？冗談です。もう！っていうか先生だって学生ですよね。私は大人だからいいの。大人なんかずるいです。そうだよ、大人はずるいんだよ。だから女の子一人で夜に出歩くなんて危ないの。先生も女の子。うん。ですね。すみません、ちょっと日課で走り込みしてました。日課って？鍛錬というか修行というかトレーニングというか。そうなんだ、大変だね。ん、部活？いえ、流派です。え、ああ、例の忍術？もしかして毎日やってるの？はい、一応は。さすがに言うのに一緒に来てっていうわけにもいきませんし。わかった、じゃあやっぱり今は私がサイカさんの保護者だよ。そうだ、これからトレーニングの時は私のことを呼んでよ。来られる時は保護者しに来るよ。いいんですか？うん、それに私も星とか見たくてお散歩に出たりもするし、今もまさにその途中。本当に呼んじゃいますよ。任せて、誰かに頼りにされるのは嬉しいからね。じゃあその時はお願いします。うん。それで先生が私の保護者をしてくれる代わりに私が先生の保護者しますね。え、何それ。でも毎日なんて大変だね。どんなことしてるんだっけ？武術、体術の基礎訓練、体力作り、精神修養、学問、いわゆる生存技術としての忍術、それらを総合的に学んでいます。うん、なんだか詳しくはわからないけどすごいね。どうも。この日のイベントを見るよ。よし、昼休み。サイちゃん、私ダッシュで交番行ってくるからみんなに声かけといてね。え、みんなって？影分身とかすればすぐでしょ。サイ
ちゃんならできる。じゃねー。もうしょうがないんだから。さやかさん。あ、玉木先生。ゆうちゃん走ってっちゃったけど、なんて？お昼、友達誘っておいてだそうです。もう、また周りの人巻き込んで。いつもの感じですけどね。だね。先生も、一緒にどうですか？え？いいの？それじゃあ、お言葉に甘えて混ざっちゃう。はい。じゃあ、みんなにも入院で連絡を。おお、さやかさん、スマホで文字打つの早いね。そうですか？慣れだと思いますけど。私、アプリの使い方もよくわからなくて。よかったら、お教えしますけど。え、本当？ああ、嬉しいよ。じゃあ、後で教えて教えて。はい。これでゆうちゃんやさやかさんともっといろいろおしゃべりできちゃうね。そうですね。またさやかさんに助けられちゃうね。またって言うほどですか？そうだよ。私もみんなの力になりたいのにな。それが先生になる理由とかですか？え？まあそれもあるかな。昔はいろんな人に助けられたからね。その分困ってる子のこととか放っておけなくて、未だに助けられてることの方が多いかもだけど。さやかさん、どうかした？あ、いえ、なんでもないです。お返しってわけじゃないけど、悩み事とかあるなら相談に乗るよ。私じゃ頼りないかもだけど、人に話すだけでもすっきりするとか言うでしょ？あ、もちろん無理にってわけじゃないんだけど。いえ、その悩みっていうほど深刻なやつじゃないので恥ずかしいんですけど。うんうん。私ちょっと変じゃないですか？え、そう？真面目で素敵ないい子だよ。私、周りのみんなとうまく話せてないなって前から思ってて。そんなことないよ。私はね、さやかさんと話してても話しづらいなとか全然思わないし、みんなと話してるのを見ててもね、ちゃんと仲良くおしゃべりしてるなって思うよ。それにほら、みんなに送ったニャインのメッセージ楽しそう。そうでしょうか？うん、大丈夫。気にしなくても、さやかさんはさやかさんらしくでいいと思うよ。はい、ありがとうございます。お礼なんていいよ。私、いつもユーノとばかり一緒にいましたし、ユーノと仲良くなったのも偶然同室だったからってだけですし、だから先生にこうして話を聞いてもらえて嬉しいです。うんうん、私でよかったらいつでも聞くからね。はい。先生にはなんだかこういうことも話しやすいです。そう？そっかな。
教え子からそんな風に言われちゃうと素直に嬉しいよ。そういうところ先生の魅力なんじゃないですかね。え？って私は思ってます。もうさやかさんってば、魅力魅力って嬉しいけどさすがに照れちゃうよ。はあ、すみません。いるんですか？え、この流れで含まれていない方が不自然ですよね。そうですか。大丈夫です、もちろん私も一緒ですから寂しくありませんよ。私、織部先輩のこと苦手なんですけど。そんなにはっきり言わなくてもいいじゃないですか。じゃあ無言で嫌がってますね。もっと辛い。ほら、桜庭さんたちを待たせると悪いですから、行きますよ。なんで同意する前にいちいち心を折るんですか。まあ、それはそれで楽しいですけど。ゆうな、今日の模擬テストどうだった？うん、私の点やべえ。はい、というわけで私と先生でユーノの勉強を見ることになったから。マジで？それは嬉しいような辛いような。ラッキーだと思ってよ。クラスの成績上位者と大学生のお姉さんに教えてもらえるんだから。へへいへいへい。言うの傾向と対策いろいろまとめたから。さえちゃん、なんか気合入りすぎじゃない？普通だよ。ほらほら、ゆうちゃん、せっかくなんだからちゃんと問題解いて。二人が相手だとつい甘えちゃうってだけだよ。しょうがないな、言うのは。ここはやっぱり私が教えますよ。ううん、私がやる。先生だし。まだ実習生じゃないですか。教科も違いますし。でも年上だし。ユーノとはずっと同じ部屋ですし。私だって子供の頃からの付き合いだもん。はや、寝ない。ほら、ゆうちゃん、頑張れるように。ぎゅー。なになに、もう、たまちゃんくすぐったいよ。私も応援しないとだよね。ゆうの、私もぎゅってするよ。ぎゅ、わっ、今度はさえちゃん。もう、しょうがないな。さん、こっちおいで。はい。ぎゅー。ぎゅ、ちら、ちら。え、どうしたの、二人とも仲いいね。はあ、もう。あ、なになに、つねらないでよ、痛い痛い。釈然としない。はあ、でも目覚めた。やらせてください。うん、ゆうちゃんやればできる子なんだから。まあね、やればできる子ちゃんのたまちゃんに教えてもらってるからね。だったら少しはやってみせてよ。
大友、ここまで期待されて答えないわけにはいかねえぜ。なら普通にやってよ。わからないところは私に頼ってくれていいからね。あ、私にも頼ってね。うん。それでちゃんと解けたら息抜きとご褒美でどこか遊びに連れて行ってあげるよ。え、本当？本当本当、私嘘つかないよ。だから頑張って。うん、そこまで言われちゃさすがにへぼってられないね。遊びに行くの超期待してるからね。はーい。ずるいな。え？そういうところ大人なんだなって思います。あ、さやかさんも私のことからかってるの？いえ、そんなつもりじゃ。もう、そうだよ、大人なんだよ。ゆうちゃんやさやかさんよりもちょびっとだけお姉さんなの。だからその分くらいは頼ってほしいし、そうしてくれていいんだよ。はい。うわー、作文もある。めんどくさい。もう簡単だよ、それくらい。私なんか昔書きすぎちゃって先生に怒られたことあるんだから。何それ、自慢？そんなんじゃないよ。ちねえ、ゆうの、ちょっといいかな？ん？何何？好きな人って一人じゃないといけないのかな？え？どうしたの、さえちゃん、修行のしすぎ？真面目に聞いてるんだけど。あ、そう？そうだね、私的には。信用できなくなったとか？ううん、おばあちゃんはいつもだいたい正しいよ。そうじゃなくて、なんだろう、なんかちょっと自分の中でよくわからなくなることがあって。さえちゃんでもそういうことあるんだね。あるよ。舞はまだ練習しているみたいですし。そうですか。あ、私はですね、お嬢様が教室に忘れ物をしていることにいち早く気づき、こっそり取りに戻っていたところです。聞いてませんけど。知りたそうなお顔に見えましたので。まあいいですけど。それにしても久我山さんにつきまとうのよく飽きませんね。飽きるとかそういうことじゃありません。これこそが私の人生そのものなのです。愛の人なのです。マユさんだってどちらかというとお世話されたい派でしょうから、分かっていただけると思うんですけど。な、
そんなことありませんから。あ、でもそうですね、舞さんが何かしてあげたいなっていう空気の時にはわざと用事を頼んだりしてますもんね。よく見てますね。ええ、皆さん見ていて楽しいですよ。若宮さんと瀬川さんはお互いに持ちつ持たれつという感じですし、桜庭さんと高月さんは西野先生の面倒を見ているつもりで時々お世話されちゃっている感じが可愛いですよね。あら、聞いてますよ。あの、普段あんまり言う機会がないので今言っちゃいますけど、まゆさんとまいさんの信頼感というか絆みたいなの羨ましいと思ってるんです。いきなり何ですかそれ。私もお嬢様との関係に取り入れたいなと。先輩だって久我山さんとそんな感じじゃないですか。え、そうでしょうか。舞が言うには本気で嫌がってる感じじゃないそうですよ。クラスでも逆に織部先輩のおかげで話せる友達も増えたらしいですし。逆にというところは引っかかりますが、まあいいでしょう。それは良かったです。最近は他校のお友達もできてお嬢様の交友関係も広がってますしね。それは舞も言ってましたね。確か宇崎さんと先輩の綾坂さん、あと生徒会の人たちも。特に綾坂さんは私も個人的に気になっているんです。あのふんわりとした優しさの中に垣間見える一瞬の鋭い絶望がたまりません。ただものではありませんよきっと。織部先輩はそれメイドさんの格好のつもりなんですか。よければ私がもっとメイドっぽい服をお作りしましょうか。ちなみに織部先輩はどうしてそんなに忠実なんですか。下僕なんですか、それともペット。あ、うちにもペットがいるんですよ。仲良くできるかもしれませんね。多分先輩が考えているようなことは言わない子だと思いますけど。まあそうですね、そういうの宇崎さんにしか言っていない気がします。それに私お嬢様に言われないと嬉しくありませんし。というか話は戻りますけど、久我山さんにいらないちょっかい出すのやめてあげたらどうです。あら、それは無理なご相談ですね。可愛いなって思ったらなんだか愛おしくて見守っていたくなるじゃないですか。まあそういう気持ちはちょっとだけわからなくもないですけど。ですよね。ニヤニヤしないでください。まゆさんもお嬢様と仲良くしてあげてくださいね。そんなの当然です。織部先輩と違って久我山さんはいい子ですしね。あ、私のことはどうでもいいことか言うつもりですね。別にそんなこと言いませんけど。あら、そうですか、よかったです。まったくもう。さあさあ帰りましょう。はあ、やっぱりめんどくさい人。リリクルレインボーステージ。この日のイベントを見ますか。実習ももう終わりだし、
ちょっとぐらいは先生らしいところ見せたいよ。先生らしいところね、難しいね。え、たまちゃん何ができるの？ちょっと雑だしひどいよ。じゃあ私の人生の行く末を指し示してよ。さすがにそれは指導しきれないよ。いやほら、何でもいいんじゃない？難しく考えずにさ、好きなこととか得意なこととか、たまちゃんらしいことやってアピっとけば、無理に先生っぽくとか考えなくていいんじゃない？いいこと言ってもらっているようだけど、無理じゃないと訴えたい。玉木先生って確か高校の頃は天文部だったんですよね。そうだよ。今でも星とか好きですよね。うん、本とかテレビとかで天体関連の話題が出てるとつい見入っちゃうし、あとはお休みの日とかにね、時々星を見に出かけたりもするかな。あ、ちゃんと天体望遠鏡も持ってるんだよ。そんなに本格的なやつじゃないんだけどね。望遠鏡見てみたいです。あ、それでいいじゃん。え、あ、そうだね。そういうのみんなでやったらなんか楽しそうだし。うん、みんなで星見会か。うんうん、すごくいいアイデアだと思う。二人ともありがとう。なでなで。感謝したまえよ。うん、それじゃあ早速準備に取り掛からなきゃ。というわけで、みんなで一緒に星見会をやらないかなと思って声をかけさせていただきました。はい、いいと思います。普段なかなかそういうことのできる機会ってないし、楽しそうだもんね。うん、みんなで綺麗な星見てみたい。っていうかもうみんな集まっちゃってるし、なんだかんだでノリがいいわよね。まあ私はお嬢様を見つめているだけでも構いませんが。携帯の画像でいいんじゃない？あ、いや、私も混ぜてください。そのバイタリティどうやったら身につくんだろう。よかった。天体観測っていうほどちゃんとしたものじゃないけど、みんなで楽しめればなと思ってたんだ。ちょうど天気もいいですしね。私が晴れ女だからかな。それはわかんないけど、一応感謝しておくよ。でも夜にこうやってみんなで集まるってなんだか新鮮で楽しいね。そうね、ちょっとドキドキする。そんなお嬢様のドキドキは直に耳を押し当てて聞いてみたい。じゃあそこに電柱があるからこと足りるわね。何も伝わりません、響きません、ぬくもりが足りません。やらないでください、恥ずかしい。あ、コンビニ行って飲み物買ってくるからちょっと待ってて。あんまり寄り道しちゃダメだよ。わかってるって。それにしてもタマちゃん荷物多いね。まあね、いろいろ張り切って準備してきちゃったよ。ああ先生、私運ぶの手伝います。私も持ちますよ。あ、ありがとう。でも望遠鏡は壊れやすい部品も入ってるから慎重に持ってね。繊細な機材を扱う訓練もしてますから任せてください。それは頼もしいな。夜の学校、皆さんと一緒だとそんなに怖くないですね。
さっきからいつも以上に変だったのはそれを紛らわせるためですか。昼間とちょっと雰囲気違うってだけでテンション上がるね。だね、探検したい。ちょっと入っちゃってもいいのかなって思うよね。許可はもらってあるもんね。はい、そのあたりの申請は抜かりありません。さすが頼れる。でもあんまり騒がしくしちゃダメだよ。はーい。じゃあとりあえず東屋のところに荷物置こうか。ってことでたまちゃんプレゼンツ、最後の思い出を星に乗せてキラキラ星見会を始めます。やめて、そんな微妙にダサ切ないタイトルはやめて。ある意味記憶に残りそうだけど。じゃあ準備を始める前の準備だけど、はい、虫除けスプレーあるからみんな使ってね。おお、準備いい。あとブランケットもあるよ。夏でも夜は冷えちゃうかもだから一応気をつけないとね。おお、気が利く。じゃあ借ります。はい、ひな使うでしょ。うん、ありがとう。あやめちゃんは？あたしはいいよ、まだ暑いし。そう？寒くなってきたらひなと一緒に使うから。恥ずかしいよ。暗いからそんなに見えないって。もう、あと喉乾いたら言ってね。飲み物もあるし。うん、ありがとう。お姉ちゃんは寒くない？うん、平気。じゃあ一応持ってるから、いるときは言ってね。そこまでしなくてもいいわよ。私がしたいな。うん、好きにして。はーい。さあお嬢様もどうぞ。うん、ありがとう。本当ならお嬢様には私が全力で覆いかぶさって差し上げたいところですけど、人目がありますし。遠慮するところおかしいし、誰もいなくてもさせないわ。どういうことですか？その反応がどういうことなのよ。なんでこの流れでそういうことを言うんだか。ユウの手とかつなぐ？お、いいよ、暑いし。そう、後で涼しい部屋に戻ってつなごうよ。え？それ意味ないよ。後に取っとくだけ。意味わかんないよ。私も混ぜてね。あ、はい。あと、みんな仲がいいのはいいことだけど、本題はそっちじゃないからね。わかってるって。それじゃあ望遠鏡のセッティングもやっちゃうね。みんなもうちょっとだけ待ってて。あ、待ってました。楽しみだね。ですね。ちゃんとした望遠鏡で星とか見るの初めてだよ。私も。どんな感じなんだろうね。それじゃあまずは月の観測からやってみようか。その後他の星にも向けてみるね。この時期の星空についていろいろ教えて信じよう。お願いします。場所なら天の川もはっきり見えるんだけどな。
二股に分かれている様子や濃淡の感じなんかには注目したいよね。季節が変わればまた違う星座も見られるからね。私の星座は獅子座。獅子座は春だね。ちょっと過ぎちゃってるかな。そっか。じゃあ生まれた月には見えないんですね。うん、誕生日から見た星座だとちゃんと見られるのは半年ぐらい先かな。へえ、そこをずれてるんだ。夏だとサソリ座やイテ座あたりが見えるはず。秋に近づけばヤギ座も見えてくるかな。あ、私ヤギ座。じゃあ今度探してみよっか。はい。あれ、さゆかさんどうしたの？いえ、こういうの今日すごく楽しくて、だからまた見たいなって。じゃあまた一緒に見ようよ。秋でも冬でも空にはいつだって星があるんだし。その頃はもう学校にいないんじゃ。大丈夫、約束ね。じゃあ約束ですよ。絶対です。うん、絶対ね。はあ、なんか見てるだけでいいわ。綺麗なのに吸い込まれそうだね。でしょ。今は夏の大三角が見られるけど、冬になったらね、冬の大三角は絶対観測しておきたいよね。冬はダイヤモンドの見方もあるんだけど、私個人的には大三角って言った方がしっくりくるんだよね。そうなんだ。あんまよくわかんないけど。なんていうかね、私たちみたいでしょ。あ、じゃあ子犬は先生？なんで？そういうことじゃなくて、いつも同じ場所にいつでも3人一緒だねってこと。ああ、もちろん実際の星の動きはそうじゃないし、位置関係や距離も全然違ってるんだけど、でも少なくとも私たちが空を見上げた時にはいつだって同じ形でそこにあるでしょ。その一緒な感じが仲良さそうでいいねって意味。ああ、なるほどね。三角関係ってことかと思っちゃったよ。なんかその言い方だとドロドロしてそう。ドラマの見すぎでは？してない？私、二人とも好きだよ。は、何言ってんだか。タマちゃんもサエちゃんも私のだからね。もう、ユウちゃんこそ何言ってるの。でもなんか嬉しい。あやめちゃん、どこ行ってたの？うん、別に。うん、なんでもないよ。それじゃあ、そろそろいい時間だし、ちょっと名残惜しいけど、この辺でお開きかな。はぁ、結構夢中になっちゃってたな。そうだね、思ってた以上に。玉木先生、今日はありがとうございました。
今日はほんと楽しかったです。うん、私もだよ。みんなありがとうね。いい思い出になりますね。さよなら、たまちゃん。まだいなくならないよ。っていうか、寂しくならないように思い出すための思い出だもん。それに私、呼んでくれればすぐに来るよ。だから、またいつでも頼ってほしいし、おしみ会もまたみんなで集まってやりたいな。そうですね。皆さんと一緒なら夜でも怖くないですし、楽しいです。うん、私もまたやりたいなって思いました。他の季節の星座とかも実際にちゃんと見てみたいですし。そうだね、ちょっと興味湧いてきた。今度は他の友達も呼んだりしてさ。ああ、いいね。そういうのも楽しそう。本当は綾北にも天文部があればなって思うんだけどね。なら、ちゃんと先生になったらもっかいうち来て、そんで作ればいいじゃん、天文部。そしたらたまちゃん顧問だよ。そうだね、それいいかも。新しいイベントアイコンが開放されたよ。この日のイベントを見ますか？さえちゃん、癒してくれ。お仕事で疲れちゃった？じゃあマッサージでもしようか。お、いいね。でもあんまり本格的すぎてやばいたいのはなしね。じゃあツボマッサージとかできるの？うん、時々おばあちゃんにやってあげてる。へえ、どんなのがあるの？いろいろあるよ。健康になるツボとか。おー、うさんくさい。でもなんかすごそう。あとは笑いのツボとか。やっぱうさんくさいよ。試しに。えい、ビグ。今の声はアイドル的にいいのかな。あ、なんかやばいことに。おかしいな、場所は合ってるはずなんだけど。えい、にゃ、かわいいかよ。あれ、同じツボ？そのはず。変態を治療するツボとかはないんですか？記憶改ざんのツボとかなら。ああ、どんどん変な方向に。まあ忍者的にはかなり有効活用できそうだけどね。お嬢様の記憶をあんなことやこんなことに。まだダメージ残ってる？これは素なんじゃ。おかしいわね、あんまり危機感を感じない。こういうのがあるなら、じゃあもっとこう性格を情熱的にできたりとかあるかも。わあ、ひなひな、ちょっとだけじっとしてて。え、行くよ。えい、いや、どうだ。あやめちゃんはこういうの平気なんだ。私が他の誰かに触られたりしても平気なんだ。ひな？私はあやめちゃんが誰かに独り占めされないように
いつも見てるのに。あやめちゃんは気にしてくれないんだ。へえ。あ、ヤンデレのツボだった。うわー、やめて。ヒナは天然なのがいいの。今すぐなかったことにするツボを押すから。えい。いやこんなはずじゃ。ひな、大丈夫？私のこと忘れてないよね？え？ああ、終わった。あ、大丈夫だよ。ちょっとびっくりしちゃっただけ。なんか、ごめんね。今度から、ひなのツボは私が押すよ。え？でも、あやめちゃんツボとか知らないでしょ？ヒナの体中、ちょっとずつ押していって、調べるから。ヒナのツボ、いっぱい押すからね。もう、やめてよ、あやめちゃん。楽しそうだから、いっか。リリクル、レインボーステージ。この日のイベントを見ますか？失礼します。ちょっといいかな？おお、お花だ。わあ、綺麗だね。よかったら飾ってあげて。あらあら、それじゃあ早速水あげしましょうか。私、水汲んでくる。で、どうやって飾るの？ああ、花瓶持ってこなきゃだね。グラスや瓶でもいいかと思いますよ。瓶なら吊るしたりしても綺麗ですし。なるほど。他にも、ティーカップや深めのお皿なんかに水を張ってそこに花を浮かべるだけでも結構素敵なテーブル飾りになるんですよ。クッキーの缶があるけど、どうかな？あ、それかわいい。ちょうど高さがあるやつだし。あら、素敵だと思います。へえ、そういう飾り方、いいですね。帰ったら、紅茶の缶とかもあるかもですけど、これでもいけそうですね。じゃあ、ちょっと短めに水切りしてまとめた方がいいかもしれませんね。そうですね。あとは長持ちさせるために砂糖水にするかお酢を入れてもいいかも。ふむふむ、参考になりますね。私も帰ったら試してみましょう。いつも思うんだけど、こうしてるとまともに見えるのよね。たまに綺麗なイブの時もありますから。ああ、なるほど。今日は綺麗な織部先輩なのね。本当にいい香りですね。で、それ私の髪だし、花の方嗅いでなさいよ。そうでもなかった。大丈夫です、お嬢様。とってもかぐわしいですよ。聞いてないし。愛は伝え合わないといけませんから。伝え合ってる？ううん、ない、一方通行。またまた、お嬢様のその冷たい地止めからにじみ出る愛情、ちゃんと受け取ってますよ。あ、うざい。お待たせ。あって何やってるの？ほら、ギュッとしちゃいますよ。もうやめてよ先輩。公然と痴漢に及ぶだなんて。ただのスキンシップです。過剰なね。
結局そんな調子なんだからがっかりよね。がっかりとかひどい、嫌わないでくださいよ。別に嫌ってません。え、めんどくさいなって思ってるだけです。あ、もうちょっとオブラートに包んでください。めんどくさいのはお姉ちゃんも一緒じゃない。そんなことないし。っていうか、ない、私のことそういう風に思ってるわけ。うっ、まあ、そりゃそういう時もたまにはあるかなって思うけどさ。そうでも、そこがお姉ちゃんの可愛いところだしね。は、そうじゃなきゃ、私お姉ちゃんのこと好きにならないよ。私がそばにいなきゃって思わせてくれるの嬉しいよ。な、何それ、人のことをバカにして。え、してないよ。お姉ちゃんのこと好きな理由それだけじゃないし、他にもあるから。いい、分かった、もういいから、言わなくていいから。そう言うよ。いいってば。なんだかずるいです。意味が分かりませんし、とにかく織部先輩はもっとちゃんとしてください。はーい、普通にしてるときはそれなりにできる人なんですから。ブツブツ文句を言われています。まあまあ大丈夫ですよ先輩。お姉ちゃん信用してない人にはあんなこと言ったりしませんから。あら、そうですか。え、何ですか、気持ち悪い。え、本当に気持ち悪いです。お姉ちゃんってばわがままだな。私は別にわがままとかじゃないし。はあ、私もお嬢様にもっといっぱいわがまま言われたいです。あー、あの雲は種みたい、食べてみたいな。無理なんだい。でも高校生にもなって雲が綿あめだと思っているだなんて。思ってないわよ。そんなお嬢様も可愛い。はい、準備できたよ。おお、あ、すみません、結局お任せしてしまって。いえ、いいですよ。お、なんか可愛くていい感じになってますね。ほんとね、こういうのお部屋にも欲しいかも。はいはい、お任せください。あ、わかったわよ。教室が華やかになるね。花だけにね。え、うん、あ、なし、今のなし。なんだかこういうのも絵の題材にしてみようかしら。それなら他にも持ってくるよ。うちのクラスにも飾ろうと思ってたし。あら、そうなの。ありがとう。それにこの花も喜んでると思うし、みんなしばらく飾っててあげてね。はーい。リリクルレインボーステージ。この日のイベントを見るよ。ねえ、さえちゃん、何やってるの？ん？折り紙。え、誰か入院してたっけ？ううん、これは折り鶴じゃないし、机の上殺風景だなって思って、飾りに何か欲しかったから。あー、女子か。そうだよ。
ねえねえ、手裏剣作ってよ。できるよね。できるけど、遊ぶでしょ。そりゃおもちゃがあったら遊ぶでしょ。あとでね。わはーい。もうちょっと嬉しそうに喜んでよ。だってさ、暑いんだよ。うん。にしても、暑いよね。そうだね、夏だからね。もうちょっとエアコンの温度下げていい？いいよね。エアコンに頼りすぎるのは体に良くないよ。ゆうのは喉とかも気にしないとじゃないの？おげー、そんなこと言ったって。アイドルらしからぬ声出てるけど。暑さのせいだよ。暑すぎるのも体に良くないよ。まあそれはそうだね。はい、暑い、もうダメ、死ぬ。じゃあこれつけようか。何それ？風鈴、おばあちゃんにもらったの。そんなんじゃ涼しくならないよ。こういうのは気分だよ。神道を滅却すれば火もまた涼しって言うでしょ。知らないし、それ気合いじゃん。そうだね。暑い。暑い。さえちゃん。ゆうの、暑いなら離れなよ。ダメだ、暑さでやられてる。あ、はーい。空いてます。え、ちょっと言うの。お邪魔しますって、二人ともなんでそんなくっついてるの？暑くない？あ、タマちゃんだ。久しぶり、会いに来たよ。玉木先生、どうしたんですか？大学生はもう夏休みだからね。まあ、もともとそんなに授業もなかったし、去年までで結構単位取っちゃってたから。へえ、よくわかんないけどいいな。はい、ゼリー買ってきたよ。おやつにどうぞ。はぁ、たまちゃん神。いとこだよ。あ、お、そういえばこの前遊びに連れてってくれるって言ってたよね。ああ、うん、そうだね。どこか行く？よし、決まり。さえちゃんも。うん、先生さえ良ければ。私は大丈夫だよ。ごめんね、付き合わせちゃって。いえ、私も遊びたいです。そんじゃ、すぐ出発だぜ。マシマシでいっちゃう？どうなるの？
目とか大きくなるの。肌も真っ白。それならパソコンでコラ画像作るよ。そっちの方がないって。私はあれちょっと苦手かな。そっか、じゃあなるべく普通に撮ろう。じゃあはい、さえちゃんもたまちゃんもしっかりポーズ、キラキラしてね。え、もう撮っちゃうの。イエーイ。何もしてないんだけど。いいよいいよ、かわいいって。はい、ラッパキー。ペース早いよ。タマちゃんがゆっくりなんだよ。いや、サイちゃん悩みすぎだよ、時間なくなっちゃうよ。そっか、とりあえず名前は書いた。達筆。よし、できた。いい感じじゃない。そうだね、我ながらうまくできたんじゃないかなって思う。まだ若いよ。まだ若いよ。3人で遊んだいい思い出になるね、さえちゃん。そうだね。うん、だよね。新しいイベントアイコンが開放されました。このデータを上書き、データを上書きしました。